に行こうかなと思います。商品名がバルーン袖ドッキングワンピース、品番が E-2663、 E-2663 でございます。お色が、私みーちゃんが今着ているのがブラック、そしてベージュとブルーの3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2900円。イエーイ、ワンピで3000切ってます。で、1月27日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。イエーイ。これはですね、もうめちゃめちゃ可愛い。私ももうガチ買いすることは確定してるんですけど、色で悩んでるっていうぐらいおすすめのワンピースでございます。まずこのバルーン袖がめちゃくちゃ可愛くないですか。結構タポッとしてるんですけど、サポッとしてるんやけど、この素材がここニット素材で、ここはちょっとブラウスっぽくなってるんですけど、ここがニットやったら確かに着膨れしそうとか二の腕逆に太く見えそうっていう意見が分かるんですけど、これはブラウスでストーンと落ちてくれるので、二の腕をカバーしてくれるのに華奢見えもしてくれるっていう、もう神シルエットのワンピです。で、あとこのニットもですね、タイトすぎずフレアすぎないので、ガーリーなお洋服が苦手な方、腰回りが気になる方も、あの絶妙な感じのストーンとしたアイラインのシルエットになってます。で、付属のベルトがめちゃくちゃ優秀で、ベルトなしが好きな方もストーンと着ていただけますし、私みたいに低身長でウエストマークしたい方はこんな感じでウエストマークもしていただけます。で、嬉しいのがこれね、ベルトループがね、ついてないの。ついてないからこそ自分が好きな位置でベルトマークできるのがおすすめ。ちょっと色を変えたら分かりやすいと思うんですけど、私の身長、私の体格の場合はこういうスカートはですね、ハイウエストでした方が足が長く細く見えるんです。こんな感じ、ちょっと色違うの分かりやすくわざとつけてます。こんな感じで足長く見えますし、ハイウエストが苦手な方はちょっとおへそジャストなとこで止めていただいてもカジュアルな印象になって、すごい可愛い、自由自在にあのウエストの位置で調整できるのがおすすめでございます。うん、ブルついてないよね、これ。はい、のめちゃくちゃおすすめの私のガチ買い予定ワンピでございます。こんな感じです。よし、ちょっとコメント読めますね。あ、かわいい、これノーマークやったのにみーちゃん着てるの見たら買いたくなった、嬉しい、ありがとうございます。あ、ベルトするの忘れてた、ちょっと黒のベルトしますね。それがブラウスだと今着るのは寒いかな。いや、キャミやったら寒いと思うけど、中にちょっとヒートテックみたいな長袖インナー着ていただくといけるんじゃないかなと思います。ただちょっとタイトめのアウターはここにボリュームがある分難しいと思うので、ニットじゃないから一応キュキュッとちっちゃくはできるけど、シワになっちゃう可能性があるので。でもね、このブラウスのところはパリッパリのブラウスっていうよりかはちょっと柔らかい感じ、張りはあるけれども柔らかい感じの素材になってるので、よいしょ、で多少大丈夫かなとは思うんですけど、ちょっとゆるっとシルエットのものを選んでいただいた方が安全かもしれない。あ、袖がみたいです。袖はね、こんな感じ、ちょっとゆとりあります。なので腕まくりしても落ちてくると思う。そもそもね、腕まくりがねできへんと思います。これはこんな感じ、ちょっと大きめになってるんですけど、でもこれをあえてタポッと着るのが、あの腕まくりせずに着るのが可愛いんじゃないかなと思います。あ、そう、商品ページにですね、あの高身長動画もあるんですけど、せっかくなので今お見せしますね。少々お待ちください。いつもの、169センチスタッフの動画がございます。これかな、こんな感じです。169センチのスタッフで今の丈感でございました。あ、そう、スタッフさんが
今日もコメントくださってるので、私が読めてないコメントだったらちょっとスタッフさんにも見て、あの答えてくださるので、コメント欄も見ていただいたらと思います。すいません。そうです、今2点目のワンピをご紹介しております。そう、お袖結構ゆるっとしてます。袖ゆるっとしてるので二の腕コンプレックスの方におすすめ。私もやけど、あ、スニーカー合わせもめっちゃ可愛いと思うよ。じゃあちょっと色変えてスニーカー合わせしてこようかなと思います。黒の感じ大丈夫ですか？こんな感じです。152センチの私でこの丈感です。じゃあ着替えてきますね。スニーカーですよ。みーちゃんベージュはピンクっぽい。ゆみみさん、あー、うーん、ちょっと待って、でもピンクベージュっぽいかも。でもめっちゃ個人的な感じですけど、ザピンクではない、めっちゃピンク混ざってなっていう感じのベージュではないかな。でもザベージュよりかはベージュピンクの色味のイメージです、私は。でもそんなにピンクがきつくないから、よいしょ、女の子すぎる格好が苦手な方でも着れるベージュやと思う。あ、妊婦にはきついかな、お腹周り伸びますかっていただいてるので、せっかくなのでベルトなしで出ようかな。今見ても分かるようにお尻のシルエットを広がった分多分拾っちゃうし、あとは丈がそんな長くないんです。152センチの私でこの丈感やから、ベルトなしだったら着れるんですけど、ちょっと丈の感じとかスリットの感じとか気になる方もいらっしゃるかもしれませんという感じです。ちょっとスニーカーに合わせてきますね。あ、ベージュ似合ってます、ありがとうございます。ベージュと黒は悩んでるんやな、どっちにしようかなっていう感じなんですけど、持ってる方も多そうなベーシックなコンバースのベーシックカラーで合わせてみますね。少々お待ちください。いや、このワンピはめちゃくちゃ使えると思うな。なんか春って、まあ、全然春ちゃうけど、春ってワンピ欲しくなりますよね。なんかちょっとあったかいからもう春服が欲しくなってる。あ、かわいい、ちょっと待ってくださいね、せっかくなんでバッグ回せよう。あ、かわいい、ベルトなしです。さっき黒のベルトありでブーツ合わせで結構きれいめに合わせてみたつもりなんですけど、これベルトなしでこういうカジュアルなバッグでコンバースで合わせてみました。こういうカジュアル合わせもできます。ベルトしてももちろん可愛いんですけどね、このコーデにちょっとストンと着てみました。今のついてるかな、多分。ね、可愛いでしょ。コンバース派の方、コンバース派スニーカー派の方にはこのコーデおすすめ。めちゃくちゃ可愛い。ベージュはカジュアルスタイルになっておしゃれ。ね、ベージュもこれベルトしてヒール合わせてカバン綺麗め持ったら綺麗めにも着れるんですよ。ちょっとベージュの綺麗めコーデもお見せしようかな。
ベージュのカジュアル合わせもこんな感じ。そう、優しい印象になりますね。そうなんです。あ、みーちゃんとデートしたいな。これカジュアルな、なんかちょっと公園デートとかにめっちゃ可愛いですよね。彼女がこういう格好できたらめっちゃ可愛い。ママさんがこういうの着ててもめっちゃおしゃれやと思う。じゃあちょっと、じゃあ綺麗めで着てこようかな。カジュアルこんな感じで大丈夫ですか。まだベージュ着るので色の感じはそれでも確認していただけたらと思うんですけど、今のこういうベージュのカジュアルコーデが一つ目。ベージュのじゃあ次綺麗めコーデをお見せします。よし、本当にねこれはめちゃくちゃ使えると思う。ちょっときれいめの方でしてみますね。でも優しい女の子らしい雰囲気になりますね。ベージュかな、どうしよう。黒とベージュ悩んでたけども、いただけると思います。じゃん、どっちもいけるくないですか。同じワンピやのに、同じワンピで同じカラーやのに。ペチいらないかな。私今、そんな濃い下着の色はつけてへんけど、室内やったらいけますね。ただちょっとパンツのラインとかは物によっては気になると思うので、黒以外のカラー着るときはもしかしたら着た方がいいかも。か下着の色気をつけるかだと思います。でもめちゃくちゃ好き好きではないと思う。ねえ、めっちゃ可愛いですよね。あ、いろんなパターンでコーデ組んでくれて嬉しい、よかったです。肝心のバッグ、なんかバッグとパンプスで全然印象変わるくないですか。さっきのやつとスニーカーにカジュアルバッグやったらカジュアルな感じにもなるし、ベルトしてきれいめバッグパンプスやったらめっちゃきれいめデートとかにも使えそう。あ、みーちゃんかわいい、きれいめに合う、ありがとうございます。かわいい、全然違う、ほんまですよね。同じアイテムでベルトも付属で、で3000円切ってて、この雰囲気の違い出せるワンピはなかなかないと思う。めちゃくちゃかわいい。黒と思ってたけどベージュかわいい。あ、ベージュ人気やな。よいしょ。ね、かわいいでしょ。ちょっとお時間の関係で顔合わせがしかできないんですけれども、ちょっと待ってくださいね。せっかくなのでブルーも顔合わせてみますね。こんな感じです。ブルーもちょっとくすみブルーかなな感じがするので、全身で見せるとなので、大人の女性が使っていただきやすい水色な気がします。で、こういう時はですね、水色やったら私は黒のバッグ合わせるかな。黒に黒のブーツとか、ちょっと待ってね、よいしょ、見えてる？よいしょ、これとか可愛くないですか。これに黒バッグ、バッグが見えてへん。じゃん、この感じかわいい。水色がちょっと明るい、まあ、くすんでるとはいえ明るい感じのお色なので、黒の小物で湿っていただくと大人っぽく着こなせそうな気がします。で、イーちゃんがよく似合いそうと思いました。
ったよかった。水色に黒合わせ可愛いですよね。え、全部可愛い、よかった。3つともコーデ見せれてよかったです。ノーマークだったのにな。私もなんです。実はあの撮影できてめちゃくちゃ欲しくなったので、ライブできてよかった。兄ちゃん後ろ向いてほしいです。 OK です。こんな感じです。お尻のシルエットかな。お尻のシルエット、私結構お尻ある方やけど、このストーンシルエットの中では目立ちづらいと思います。完全にカバーとまでは言わないけど、このニットでストーンシルエットで目立ちづらい方やとは思います。あ、アウター羽織った感じ。アウターはね、ちょっと選ぶと思うな。ちょっとあれなんですけど、めっちゃ春服やから冬に着るとしたらの想定で、あ、このボアウターやったらいける。こういうちょっと袖口が大きめのアウターやったら全然着ていただけると思います。あとはね、アウターがそんなご用意なくて申し訳ないんですけど、こういう G ジャンか、春やったら G ジャン合わせが可愛い。あ、これいける。意外と、ちょっと待って、あ、いける、いけるけど、若干ここがちょっと、ここはいけるんですけど、パツルとか、なんかこうなるみたいなのはないんですけど、長時間着ていただくと、もしかしたらここのシワが気になるかもしれない。ここ今短時間やから大丈夫なんですけど、ここがちょっと細身になってる分、もしかしたらシワが気になるかもしれないので、春先やったら外出る時だけ寒い時は着て、あとは肩掛けスタイルでもいいかもしれないっていう感じかな。そう、ブラウスだからギューってやれば袖入りそうだもんね。そうなんです、入るのは入るんですけど、ちょっとシワがもしかしたら気になるかもしれない。今の時期タイツで履いたら変ですか？もっと暖かくなってからの方がいいですか？全然変じゃないと思う。今着るんやったらタイツ履いて、裏肝のペチ履いて、さっきみたいなボアウター羽織ったりしたら全然冬でも着れます。よし、大丈夫そうですか？2点目大丈夫かな。じゃあ3点目のお洋服着ようかなと思います。